はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。テレビマガジン限定販売仮面ライダーファイズ全ライダーミニフィギュアセットです。はい、今年がファイズ20周年イヤーということで、ファイズの日も迎えて何かファイズ関連紹介したいなと思って探してたら、いろいろ当時のジュートのソフビとか出てきたんだけど、これがね、そういえば開けてなかったなと思ってレアな商品がありましたのでレビューしましょう。9体のフィギュアが入ってて、ファイズ、ファイズアクセル、ファイズブラスター、カイザ、デルタ、 フフォーーーーーーイイララララオトルパ特製カの仮面ダァズブスタムで全部じゃんこれ僕もね、開けてなかったんすよね。あ、でもあれか、テープは切れてるわ。フルカラーのすごいフィギュアが入ってるってのは知ってる。あー、おー。あ、でも完全なフルカラーじゃないのか。こんな風に区切られてて。あ、でもすげえわ。 え、なんか重いあ、気のせいか。小型ながらも、めちゃくちゃ色塗られてる。これ20年前のアイテムでしょ多分。放送、あ、2003年って書いてあるから。あ、でもフルカラーじゃないんだ。後ろはさすがに塗られてないのか。え、でもすご。やば。で、こんなのが、ファイズアクセル、ライオトルーパー入ってるの熱い。CSM ベルト発売しますしね。はい、O が、 劇場版関連まで全部フォローしてるんですよ。はい、カイザー。あ、これがあれか、特別なクリアのブラスターフォームで、さらに普通のブラスターフォーム。そして、サイガー。ちょっと黄ばんでるのが、当時品っぽさありますね。これ自立するのかトンと置いて。あ、でも全然、自立安定性何気に、あ、すごいある。で、ソフビだね。ミニソフビフィギュアなので、 ちゃんと腰可動とか腕可動があります。やっぱサイガってこう思うとさ、フライトユニットついてないと、ちょっと寂しい感はありますよね。これ完全テレマ側の特別なフィギュアなのか、当時こういうミニソフビがあったのか、ちょっとわかりませんけど、こういう細かいところまでフォローしてるのは最高すぎるんだが。自立するね、どれも。 はい、中身を全部並べるとこうで、9体の5放かな塗装フィギュアが入っておりました。ただ、サイズはかなり小さくって、どうだろうな。ライドブックとちょうど同じぐらいの高さなので、6センチぐらいかな。だけどさ、これずらっとほら、近づいてみると、最近じゃこの塗り、小さいサイズじゃなかなか見ないね。HG。でもこんなに肉付き良くないもんね。すごいな。 ではそれぞれ見ていきましょう。まずは仮面ライダーファイズで、惜しいね、後ろ半分の上半身の一部が塗られてなくって、ただ、前半分は割としっかり塗り分けられておりますし、 まあ、造形もそんなに緩くないんじゃないかな。メット周りとかの色分け十分だもんね。フォトンブラッドもしっかり赤くって。で、ソフビなので、ここロール、腰ロールと腕ロールが入っております。足裏は割と分厚いので、自立安定性は非常に良くって、ドンと置いて飾るアイテムではありますよね。でもこれ1セットでもうメインサンライダーとかが全部揃っちゃうのも素晴らしい。はい、そして、カイザー。 あ、ライン部分なんかも、すごい綺麗じゃないここの、ほら、ラインの入り方。手で塗ってる感じっすね。はい、ベルト周りはショットがあって、複眼部分はメタリックで、表現、うん、暗めの眼メタのアーマーとかなんかも、しっかり本編準拠になっております。可動はどれも。 同じ位置に入ってますね頭部可動は入ってないとそしてデルタの白いラインとか結構複雑なんだけどこういうところまで全部塗られてるのも素晴らしいなんかほんと手作業で筆塗りした感がすごいなでちゃんとサイドパーツ造形入ってますし オレンジの明るさなんかも非常にいいんじゃないはいメインサンライダーをドンと並べるとこうでファイズぐらい。 メインキャラ3人が絆で結ばれてないのもなかなか珍しいっすよね。タックンはある程度自分がオルフェナクってのもあってで、一時期スマートブレイン側に身を寄せてた時期もありますから、その辺の責任感はありますけど、まあでも、草加に関しても、お父さんから受け継ぎ意思を遂行しようという人間でありながら、かなりの覚悟を持って変身してますし、デルタに関しては、三原はもう常に家帰りたいみたいな。戦うことに前向きだとすぐデルタにね、飲まれちゃいますからね。はい、そして、ファイズのアクセルフォーム。 内部パーツなんかもしっかり造形されており複眼カラーとかフォトンブラット部分の色も変わってますしハイファイズと比べるとちょっと筋肉質なマッシブな体型がベースになってるんだなこのソフビは腕周りとかねこんもりしてますもんねそしてこんなにデザインがいいのになぜか本編で登場しなかったサイガーがね 僕、ファイズはリアルタイム世代なので、オーガとかはマジで、普通に最後キバさんが変身するかと思った。でもこれも武器持ってないとちょっと寂しい感はあるな。何にも似てない専用造形でありながら、モチーフのオメガね。オメガのマークがこの部分にあると。オメガからオーガだもんね。オーガドライバーからの色がほんと合ってますよね。CSM どんな感じになるか、むちゃくちゃ楽しみ。この辺もオメガマークになってると。 そして、サイガーは、サイね。サイキックスのサイって言った方がわかりやすいかな、最近は。でもバックパックないとほんと寂しいな。あれを装着してこそみたいなところはある。で、こっちにもサイのマークがあって、かっこいいんすよね。また、レオが。まあ、これも裏側は造形こそありますが、色はこの部分だけ省略されてて、映画限定ライダーも、 しっかりと収録されてると。そしてライオートルーパーに関しては映画以外にもテレビ本編でも登場しておりますし、 これがね、CSM 化されるんだもんね。でも絶対武器ありきじゃないと映えないアイテムなので、まあ武装パーツも発表こそされておりませんが CSM 化来ると思います。で、シルバーの目の周りの部分だったりとか、でもクラッシャーとかは割とファイズの衣装をそのまま使ってて、量産型ファイズ感はあるんだよな。ブーツ周りの造形とかも実は変わってないもんね。ただフォトンブラッドが走ってないと。 まあそっちの方が安全なのかな。で、稼働は変わりませんので、ブラスターフォームも入っておりますので、 これは通常カラーと特別クリアカラーで、ブラスターフォームはね、ファイズボフォンがハマってませんので、ちゃんとファイズボフォンがない状態で、ね、ブラスターの方にはまりますから、ただショットとポインターはしっかりとひっついてて、ブラスターフォーム僕当時、え、真っ赤になるんだみたいな、派手だなとは思ったけど、まあフォトンブラッド部分が反転するみたいな、より赤くなってラインが黒くなるっていうのはコンセプトとしてはバッチリですよね。あとはアーマー造形なんかも大きく変わりますし、右足とか 専用造形に変化するんですよね。でもあれなんだね、キャノン展開状態なんですね。これは後ろにカチャッと収納することもできますもんね。でもやっぱブラスターを持ってこそみたいなところはあるかな。フォトンブラッドが満ちてて赤クリア風に見えますけど、普通に赤い成型色で色綺麗本当はもうちょっと色濃いけどね。配色自体は同じなのか。シルバーとかイエロー、ブラックの入り方なんかは同じですが。 単純にベース素体がクリアレッドになっております。いやでも改めて、今これくらいのさ、色分けされてるソフビを買おうと思うと、どうだろうこれガチャポンで。てか食玩か食玩で500円くらいするんじゃないのあ、でも400円くらいかな。500円の HG が これくらいなので、これ最新のアイテムね。でもやっぱちっちゃいもね、肉付きもちょっとスッキリ目だし。もう未来英語、これくらいのミニソフビーの塗りの細かさは見れないであろう。当時のクオリティのクレイジーさを感じますが、開封してなかったアイテムなので、この機会にデビューできてよかったと思います。これで全ライダーかなそう思うと今は味方ライダーも4号ライダーぐらいまでは当たり前だし、種類が豊富ですよね。ま、あでもあれか、ファイズの前のリュウキが13ライダー、プラス強化フォームがあったから、全然平成初期から多かったね。いやそう思うと平 精製ライダーを最初から攻めてるな以上テレビマガジン限定販売仮面ライダーファイズ全ライダーミニフィリアセットの紹介でした